プリン死後？ああ、プリンなんだお前俺たちを我慢しやがってママの食い煩いを止めるには見ろ最初にコガラを縛り付けておくべきだったママの食い煩いをでもどうしてシフォンが一緒なのデイジたちと逃げたんじゃママのやんのかやらないわよ話を聞きなさいプリンちゃん無事だったのかよかった可愛い君が傷ついてなくてプリンしっかりいかんママが来るぞママ時間がないプリン単刀直入に、うん、サンジさんプリンちゃんあなたのことは私が必ず無事に無事に助かりはしないわ船で逃げても無駄ママは海の果てまで追いかけてあんたたちを海底に沈めるなんだぞこにゃらちっちゃいでしょプリン何言ってんの違った違った何言ってんの私だからサンジこっちへ来なさい仲間たちがママに殺される姿を見てこの世の地獄を味わうがいい違うでしょ何言ってんの違った気合い入れたい結果そうなるかもねでも私は違うあんたたちのためじゃない偶然作って食べようと思ったケーキがママの欲するケーキで偶然ここを通りかかったらあんたたちがいただけだから何もあんたに死んでほしくなくてわざわざ止めに来たんじゃないんだからねサンジ感情の裏返しがすごい